レーモンド・フランズ、レーモンド・フランズは、元、エホバの証人で、教団の法人団体、モノミノ党聖書冊子協会のニューヨーク本部に、君臨する、全世界の最高指導機関である党地帯の、構成員の一人でもあり、14万4千人の油注がれた王、という天敵権威に預かる、選ばれし、ものの一人でもあったが、後に教団を脱会した人物。彼の著書、両親の危機。 エホバの証人組織中数での葛藤は、エホバの証人からは廃墟的であるとされ、信者たちは読むことを禁じられている。レーモンド・フランズの排斥の知らせは、世界中の信者たちに大きな衝撃を招いた。1922年5月8日、アメリカ合衆国オハイオ州シンシナティ生まれ。フランズ家はこの宗教の創造期からの信者で、祖父母のうち3人までが、 聖書研究生として、モノミノ島宗教の創始者、チャールズ・テイズ・ラッセルと信仰があった。もちろん彼の両親もエホバの証人であり、親族にも多くの信者がいる。ちなみに、彼の叔父にあたるフレデリック・ウィリアム・フランズは、エホバの証人の法人団体である、モノミノ島聖書差子教会の世界本部で第四大会長を務めた人物である。 1939年神礼を受け正式に入信。1940年高校を卒業すると同時に布教活動に入る。全米各州で精力的な布教活動を行うとともに、徐々に教団の内部で確実にその地位を上げ、指導監督的立場になっていった。1946年プエルトリコの支部監督に就任、カリブ海の諸国で布教活動を監督する。 1959年に結婚。1965年ニューヨークシブルックリンクにある、物見の統制書冊子協会の世界本部に招かれ、教団の執筆委員となる。ここで教団の文書の執筆を担当。特に、聖書理解の助けと題する聖書辞典の編纂に携わる。1970年統治隊のメンバーに就任。 しかしながら、教団の協議及び行動に批判的であるとの理由から、1981年に排斥処分を受けたくい。処分を受けている1983年事故の体験と教団の内情を綴った両親の危機を出版。ついで、1991年、キリスト者の自由を求めてを出版。これと類似した事例では、1986年に、 日本の北海道北広島市で起こった広島回収大量排斥事件、また1988年の兵庫県神戸市の神戸市名前回収集団離脱が関係者の間で知られている。ありがとうございます。